麻雀遊戯王。皆様こんにちは。迷える雀士の道しるべ麻雀遊戯セラピーのお時間がやってまいりました。当セラピー受付の一平くんです。当セラピーには人に相談できないような悩みを抱えたプロ雀士の皆さんが救いを求めてやってまいります。そんな皆さんの悩みを先生方に解消していただきましょう。ということで本日のセラピストは三浦千穂先生、助手は鈴宮麻衣プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この瞬間までは2人ともすごく寂しいですね。素晴らしい。はい、もう始まったら鈴宮さんがバシバシ切っているので、ね、いやそう、はい、結構まともなこと言うたなと。いやまともな、すごいまともなお話でしたよ、はい、振り返ってみてください。下ネタ一切言ってなかったです。言ってないですよ。確かに言うとこなかったわ。いやそれだけ素晴らしいアドバイスができた。そしてもちろん宮内子の素晴らしいアドバイスいつも、ね、していただいてますので、はい、今回もぜひしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは本日のクラウン家の方をお呼びいたしましょう。どうぞお入りください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、日本プロ麻雀協会小正寺亜美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小学生みたいなそのハードパンチャーですよ。初っ端が小正寺亜美プロでございますね。はい、はい、一緒にね、それぐらいおとなしい感じがしますけれども、はい、小正寺亜美プロはですね、白鳥プロの密着の時に奥多摩にいらっしゃったり、はい、あとは文庫店の方でね、ま、お話を聞いたりとかですね、はい、時々あのマジックの方に出ていただいているんですけれども、お悩みは聞いたことなかったので、はい、僕ちょっとこの機会に聞いていきたいなと思います。お願いします。はい、でそんなね、小正寺亜美プロにどんな悩みがあるのかとちょっとね、書いていただいたんですけども、まずですね、マージャンを強くなりたいけれども、自分の師匠との勉強だけにしたらいいのか、先輩たちがやっている勉強会にも参加するべきなのか分からないと、はい、いうことなんですが、こちらがお悩みなんですね。はい、まあ、一応最初に麻雀を覚えた時の師匠の方がいらっしゃるんですけど。それはプロの方ですか？はい、あの同じ協会の橋崎プロっていう方が同じ雀荘で働いてて、あ、そうなんですか。はい、あのもう本当麻雀の間の字もほぼわからない、あの絵合わせだろうぐらいの時のレベルの時に教えていただいたんです。そのプロ試験の時も教えていただいて、当時働いてた雀荘を卒業します。でプロ資格も受かりましたっていう時に、じゃあ今後じゃあ強くなっていくためにどうしたらいいかって聞いたら、師匠を麻雀教えてもらう人を一人に決めなさいと。でなんでですかって答えた時に、まあ、いろんな人があの自分のために教えてくれるのがあるんですけど、全部をまとめて覚えて上手くなるはずがない。だったら一つ一つの土台を作ってから自分の技術だったりとか知恵とかを練り込んでいって自分の麻雀を作った方がいいって言われたんですけど、その麻雀プロ協会に入ってある程度時間が経って、まあ、こういう勉強会があるよとか、どう来てみないみたいな感じのがあるんですけど、いろんな麻雀のその教え方があるので、どっちを優先した方がいいかわからない。なるべくその最初に橋崎プロが言ってくださった自分の今教えていただいている師匠だけをやるのか、それともいろんな先輩方の意見を聞いて強くなっていくのか、どっちがいいかなっていうのはちょっといまいちわかんないんですよ。基本的には私も一人の人を推奨します。あ、なるほど。結局例えばあの M リーガーの方でいうと、まあ、佐々木久人プロに教えてもらって、まあ、同じ滝沢プロ、ジャンプが違うんで、はい、教えることが変わってきちゃうわけですよ。こういう時は滝沢プロだったらこの手配でこうだからここは降りるべきでしょみたいのが、例えば佐々木久人プロだとこんなの行けよ、これ真逆じゃないですか、うん、とかで、じゃあどっちにすればいいのって分かんなくなっちゃう局面が増えてきちゃうから、まあ、聞くのは一人の師匠に、まあ、じゃあこの師匠が言うことを聞こうって決めた上で、でもそうなんだけどやっぱそこだけだと狭いんですよね、その入ってくる情報が。なんでこの人の意見を聞いてこの人を目指してやるって決めた後に他の人たちの麻雀を見るとか聞くとかは結構大事だと思います。引き出しが広がる。はい、まああの何人も何人もやらなくてもいいけど、うん、ある程度その絞っていって自分のその麻雀のスタイルに合うなっていう人の勉強会にも行ったりとかの方がいいですか？そうですね。いや逆にスタイルに合わない人の話を聞くのも結構重要で、例えば自分と打つ人って自分と同タイプだけじゃないじゃないですか、はい、でこの時にどうしなきゃいけないって、相手の思考がわからないと対応ができないから、はい、自分と全く、例えば私はそこまで泣くタイプじゃないんだけど、すごい泣く人の話を聞くと、あ、そういう思考で泣いてるんだっていうのが頭に入ってるだけで、その仕掛けを見た時に、あ、これはこのパターンもあるなっていうのが想定できると対応もできるから、
まあ、例えば泣くタイプですか？いや、基本的に面前です。面前、じゃあもうぜひ泣くタイプの人の思考を勉強した方がもっと強くなると思う。わかりました。はい、麻雀界で女流が師匠って言ったら大体男っていう、その彼氏とか男ってイメージあるんですけど、どうですか？まあ、絶対ないですね。あ、そういうことか。こんなこと言うのは付き合ってる人ってこと？あ、そんなことない。大体師匠、橋崎さんはどうですか？まあ、師匠は これに関しては橋崎さんになります。橋崎さんは絶対ないです。あ、違います、師匠、すいません、タイプじゃないんですよ。タイプなんですけど、あの、なんか結構関西の方 で関西、一緒に受けて、橋崎の師匠なのみたいな、あ、弟子なの、はい、みたいな感じは言われるんですけど、はい、あの、一応教えていただきました。はい、まあ、橋崎さんが男じゃないっていうのは納得してきます。そうですね、はい、すいません。あ、違うんや。え、そんなことない、そんなことない、全然。なんかうちの団体で、まあ、師匠、うちは弟子とか取っちゃいけないんですね、決まりで、うんうん、師匠指定関係っていうのが成立してないけど、はい、うちの団体で、あ、この人を慕って、この人に教えてもらってるなっていう人たちも全然。そうですね、まあ、本当に麻雀で尊敬する人にみんな教えてもらってるって感じ。そうですね、まあ、どちらかというと、うん、あの師匠の、まあ、お付き合いしてる彼女さんの相談とか、よくわかんないけど受けてて、まあ、結婚しようとしてるんだけどどうしたらいいかな、プロポーズはどうやってやればいいかなみたいなのを。橋崎さんが結婚しようとしてる。あ、そうです。あ、もういいですか、これ。あ、大丈夫です、あ、もう公表してるんで。みたいな。で、あ、まあ、あ、じゃあこの方が女の子がいいんじゃないですかみたいな感じのはしますけど。まあ、ね、まあ、いいですよね。基本的にその宅に着いた時にはこれこうはどうしたらいいですかとかのは聞いてました、ね。その点数と申告とかもわかんない時とか全部教えてもらいました。あんまないですよね、その指定関係と男女関係が一緒になってるっていうのは。我々も知ってる限りマリーランドの人しかない。マリーランドぐらいですね。マリーランドぐらいしかない。やっぱマリーランドのルールしかないと思うんですけどね。でも言いましたけど、関西は多いってこと？いや、なんか勝手にイメージって。あ、そうなんですか。イメージしたものを大きく喋ると本当になっちゃうよね。あとはイメージだね。なんか、うん、でも、まあ、今宮内先生におっしゃっていただいた通り、はい、自分の麻雀の軸はずらしちゃいけないけど、そうそうですね、経験とパターンを積むためにいろんな人も見なさいよという、うんうんうん、という意味では勉強会も大事だよという。大事だと思います。ね、すごく勉強になりました。本当にありがとうございます。はい、ただですね、保証軸はまだ他にも悩みがありまして、はいはい、ちょっとね、聞いていただきたいんですけども、26歳になりそろそろ結婚などを考えた方がいいのだろうかと、はい、結婚に関して今付き合ってる方は、あ、いますね。あ、はい、あの、これはもう全然隠さないで言ってるんですけど、うんうん、まあ、一般の男性の方で、うん、プロとか関係なく麻雀も打つ人なんです、うんうんうん、で、まあ、あの、先ほど杉村さんがおっしゃった通りに、今のあの麻雀を教えていただいている方なんですね。あ、現在教え、現在もう、あの、アマチュアの方なんですけど、すごく強くて、うん、池袋の雀荘で、あの、お知り合いになったんですけど、まあ、結構5本の指に入るぐらい、そうですね、すごいね。で、まあ、その方もそうなんですけど、その周りの女流プロの方が、まあ、バン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 結婚して子供産みましたみたいなツイートをよく見えるんですね。まあ、今有名どころで言うと、あの、内田美子ちゃんとか、うん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 、あと、まあ、他にも結構いらっしゃっていて、まあ、ちょっともう26って言ったら、うんうんうん、まあまあいい年齢なんで、ちょっとどうしたらいいんだろう。その人と結婚したいですか？はしたいです。その人は結婚する気ある？多分あります。お、ええやん。え？なのでも、ちょっと前にそのお付き合いを始めた際にですね、まあ、28ぐらいまでちょっと結婚はしたくないって私が言ったんです、うん、で、なんでって言われた時に、その麻雀に集中をしたい、うんうんうん、その結婚とか恋愛とかっていうのは置いといて、もう麻雀の一本道を極めたいからっていう、うんうん、28歳に結婚しよう。28歳にかしこまりました。頑張ります。あ、はい、その通りの期限になりました。え、だって、あの、子供欲しいですか？子供欲しいですね。じゃあやっぱ早い方が良くて、はい、本当にこれみんなに言うんですけど、子供って産めると思ってても産めなくなるし、ただその自分の中に28歳までは麻雀を貫きたいっていう産婦人科みたいな。まあ、うちもオールマイティにやってますから。何でも、何でもいいです。だから2年間もうやれるだけ、そのやり残したことがないぐらいの麻雀の勉強を。シモじゃないですよ。シモじゃないですよ。シモのワードです。あ、そうそう、全然わかんなかったわ今。釣りアウトでチェンジなんで。そうでしょ。
今どうしようかなって思って、なんとなくみんなが結婚してるから結婚して子供を産んで、でやっぱちょっと育児すると麻雀もできなくなるんですよね最初は、はい、っていう時に、あこの子産まなかったらもっと麻雀できたのにって思うぐらいだったら、もう決めて28に私は結婚して子供を産むって決めて、そこまではもうあなたのこと私ほっとくからって言って、やりたいだけもやり尽くせばいい麻雀を。わかりました、はい、それ経験則ってことですか、ご自身。いや私の場合は相当結婚しなかったタイプなんで、はい、私は本当に後悔してらっしゃるということ。いやそれはねしてない、私はしてないんだけど、はい、まあ、してる人は結構いる。あ周りの女流プロの方でも、うん、なんかもっと早く結婚しとけばよかったとか。本当に26ぐらいが一番需要が高い今や。そう、ジュエルピークですね。であの誰かが言ってたんですけど、26歳の時に付き合ってた彼氏が多分生涯で一番いい彼氏であろうと。おその後はあのだんだん落ちてきますよ。だから考えてるやな。ああみたいな、確かにあるかもみたいな、はい、うん、それはちょっとあるかもしれないですね、うん、確かにな。はい、ちゃんと染み入ってますね。染み入ってますね。はい、でも確かに、ね、宮瀬さんおっしゃる通り、結婚をしたいのであれば早い方がいいかもしれないけど、はい、やりたいことはまずやってから。そう。という、あの、本当子供のせいでって思うのが一番悲しいことなんで、はい、そう思わないぐらいも本当に寝る間も惜しんでやってください。麻雀を今。わかりました。はい。酒飲んでる場合じゃないです。捕まえておいてください。はい。はい、はい、そうですね、はい、何より逃がさないこと、逃がさないことということですね。わかりました。はい、素晴らしいですね。こうそろそろ講演会が開けるんじゃないかと思いましたけど、はい、でも鈴宮さんもちょっと反対意見といいますか、はい、ちょっと意見があったみたいですけど、宮さんそんなことない、私とってもそんなことない。ああ、どうなんでしょう。私も別に何もの人生何もしてないんで、まだ、うん、ちょっとわからないんですけども、その辺は。あ、なるほどなるほど、はい、結婚とか恋愛とかに関しては別に鈴木さんそんな考えない、こだわりがないので。なるほどなるほど。あ、まあ、こだわりがない人はね、ほんと自由に生きたらいいと思うんです。それも私たちの形ですね、うん、はい、結婚したいのであれば、そう、はい、あればですね、考えましょうということでございました。はい、まあ、ということでお時間にちょっと近づいてきましたが、はい、はい、ご視聴者さんいかがでしたでしょうか。いや、もうすごい来てよかったです。ありがとうございます。反省良かったですね。もしですね、その結婚とかで、ね、そういう進捗がございましたらね、はい、我々全力で密着しますんで、すぐに報告してください。やった、お願いします、はい、心のおかげで結婚できましたと、すぐに動画にさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、ね、そんな小勝利の一歩ですね、皆さん応援していただきまして、はいはい、もしね、この作品も応援するよという方、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ということで、本日小勝利君ありがとうございました。はい、宮地プロ、鈴木プロもありがとうございました。ということで今日はここまで。まったねー。